エラスモテリウムは、更新予前期から、中期のユーラシアに広域に生息した際の一種。学名は、角の痕跡の丸みを帯びた形状から、皿の獣という意味を持つ。ユニコーンの正体とされたこともある。イーコカシカム全身骨格最大の種類イーコカシカムは、全長5メートル、全高2.2メートル、体重は3.6から4.5トンに達したとされる。頭骨には、 眼下上部、前頭骨端に台座状の大きな隆起を持つ。この上部はザラザラした素面になっており、ここに長さ2メートルに及ぶと推定される体毛が固まった角があったと思われる。他の際では角は尾骨にあり、最大の相違点となる。E シビリカム頭骨 E シビリカム波接氏は消失し、唇で植物をむしり取っていた。九種の破管は高くなり、 エナメル質の畝が複雑な模様を形成している。おそらくは硬いイヌ科の植物を食べるための適応であろう。体は頑丈であり、死士も長く疾走に適していた。当時彼らは草原に生息し、そこでの生活に適応していた。アジア、ヨーロッパの広大な草原に生息。ただしヨーロッパは当時森林に覆われていたため、あまり多くはいなかった。登場した作品の例。 ありがとうございます。